プーピエン軍とは、台北部、南ー県にある軍である。プーピエン、プーピエンとは、ピエン山という地元にある山のことである。この山の頂上に巡礼地として、有名なワット・プラタート・チェイ・ヘイエンがある。ピエン山の頂上にある、プラタート・チェイ・ヘイエン1359年、当時、ワラナコーンの国王であった、カーン・ムアンは、南進を行い、南やプーピエンの近辺を制圧した。 その後、カーン・ムアンは、スコータイから、ダンマパーラ長老と、フツシャリを招き、プーピエンに、ウィエン・プーピエンとして、町を建設、プラターと J ヘイエンを混流し、フツシャリを収めた。そして、プーピエンに遷とした。しかし、プーピエンでは、干ばつが続き、J ヘイエンと表現されるほど、町が干上がった。そのため1368年、パーコーン王の時代に、 現在のナーンに遷都した。その後、プーピエンはナーンの衛星都市として機能した。しかしその後、1997年7月1日、プーピエン文軍としてナーンから分離、新たな行政区分として成立した。2007年5月15日の大政府の決定により81の文軍が軍に昇格することとなった。同年8月24日の官報の発行により、 公的に昇格が確認された。ナーアン川の形成した大地にあり東側には産地が広がる。わけ郡内の主な産業は農業で、名産品はワンピである。わけ郡内には7のタムボンが存在し、その階に59の村が存在する。テイサバーンは存在せず、7つのタムボン行政体が設置されている。タムボンムアントゥット、タムボンナーパン、タムボンナムケーン。 タムボンナムキエン、タムボンムアンちゃん、タムボンターナーを、タムボンファーイケーを、ありがとうございます。